そうですね、久しぶりに教育実習、ね、そうですね、一緒に行ってた日本代表、そうそう、日本代表で世界大会記憶を消し去りたい、そうですね、消し去って生徒がどんどん出てくるんですよ、ね、だからそこでタバコとか吸ってた人だ、信じられないでしょ、これ中学校の話だから、実習生のリレー、なんかその歌を歌った、歌った、歌を歌ったんですよ、そうで始まりました、むちゃしちゃね、さあ今回なんですけども、はい、やってまいりました、はいはい、生息員ですか、そうです、生息員の柏蔵、柏蔵と、はいはい、今社長でね、いろいろ FC 展開で、はい、今35店舗、そうなんです、今日時点で35店舗っていう感じなんですが、そんな固いことはさておきですね、久しぶりにそうですね、久しぶりにめっちゃ久しぶりに会って、教育実習、ね、そうですね、一緒に行ってたんで、けど教育実習を一緒にしてて、はい、むちゃちゃんでよく教育実習でしごかれてた、はいはい、人がいるって言ってて、で、上の場合はすごい楽でしごかれなかった、まあ3人だったんですけど、うん、もう1人、ね、で、そう、数学ので、A、数、体育で、体育で、はい、やってて、英語と数学 の、 その担当の先生がめっちゃベテランで、はい、覚えてる、言われてうろ覚えてるか、はい、うろ覚えで、それで行って、はい、でその人たちはもう4時とかに帰っていいよって言って、うんうんうん、で俺らは2人いつも帰って一緒で、はい、1人だけいつも帰れなかった覚えてる、何時に帰ってるって愚痴を、で9時10時11時夜、なんでその何してたんですかね自分のことでしょ、自分のことそう、何しごかれてたんだっていうわけなんだけど、まずまあ部活動があればそこが5時とかになってることもあって、 でバスケ部に行って、そうそう、すごいね、バスケの県大会、あのね、高校が強かった、全国大会出てる高校でバスケやってて、うん、その後大学がラクロスっていうのを、そうそうそう、ラクロスでバスケで全国行って、ラクロスで、ラクロスはなんかその学生の日本代表、そうそう、日本代表で世界大会、すごい運動ができた、はい、めちゃくちゃ運動ができた人で、え、なんで体育の先生にしごかれたかは覚えてるあ、覚えてる、それは覚えてる、まあ、自分がやっぱアホなんで最初にそれはもう覚えてる、その、ね、就職が決まってるって言っちゃったんですね先生になるんじゃなくて就職するって言っちゃって、はい、めちゃくちゃしごかれた、教育実習っていうのはその学校の先生になる人が受ける過程って、うん、もう定まってる、そうそうそう、ね、まあ、ならない人はもちろんいるんだけど、普通はなる前提でやっぱみんな言うのに、はい、そんなもう激励に触れたような感じになって、 すごい書いたりめっちゃしてた、そうそう、指導はかな、指導はこう毎日びっしりやってましたね、うん、びっしりやって反省点とかもあって、はい、上の場合は指導案すら書かなきゃよかったんで君授業できるね、ずるい、じゃあいいいいよって言われて指導案すら書いてない、なるほど、っていう状況ですぐ帰らされた、やった感あんまないんですね、そう、それが悲しくて、採点だけが大変、採点が大変だった、普通中学校1年生の最初の試験って、はい、みんなも100点とか90点を取るやつなのに、はいはい、それと本当に平均点60になる試験作ったあ、難しめの全記述一切ない、3とか2とかああいうの一切ない、全部記述で、だから採点がめちゃくちゃ大変で、それだけが地獄だったけどそれ以外は全然辛くなかったのに、もう毎日夜中じゃ毎日夜までやって、はい、もう帰ったら本当死ぬようにバタッて倒れて寝るだけだっつってたから、言ってました、ね、覚えてないのがすごい嫌だったのか、それぐらいまあ記憶を消し去りたいんで、ね、そうですね、消し去った、だから何回もなんか直させられるとかやって、で夜帰って、だから夜の時に一般の人にコート開けてたりしてて、バスケの、はいはいはい、でそれとかも見てるのがもう当たり前だったって言ってであとは卒業生たちがバイクで乗り回してたりして、はいはいはい、校門の前のところ、はいはいはい、それで実習生ですかとかって声かけられて、こんな学校やめた方がいいっすよで1回だけそう、俺ら2人も夜に帰ってて、うん、でこれがでも日常の光景だっつってたから、これえ見てなかったのみたいないや前いつもこれだったけどみたいな、いやで担当してたクラスとかもすごかったから、ね、確かに授業の時間に外に廊下で待ってて、そう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 、待っててくると、でなんでか分かんない、待ってれば分かると思って、うん、待ってたら生徒がどんどん出てくるんですよね、授業中に、自分らの時は考えられなかったけど、授業中、そう、もう耐えられない子は出てきて、出てかないようにいなして返す、ベランダみたいなのが、なんていうの、あのバルコニー、ピロティ、あ、じゃない、ピロティ、中庭みたいなのありますよね、そう、それでバルコニーみたいな外あって、うん、だからそこでタバコとか吸ってたしさ、普通に生徒、あ、そうです、あ、そう、記憶ないんだ、いや、タバコ吸ってこいったら普通に、やばい、で、あとだってそれ土足でスロープあるとこだったから、土足でこうスロープ上がってくる、はい、授業中に何人かで、だから俺は中1ので授業してて1回で全然3回かな、高3で、それでこうスロープで私服ですよ、私服で来て土足で普通に上がっていくっていう、そういう光景でした。でも実習生には優しかったんで、そう、本当に全然被害なかったです ね、今会社の人いますけど、めちゃすごいもう不良の塊で、だってさ、え、覚えてるの、人とか、ああ、これ P 入れなきゃいけないけど、言いましたね、トップが、そう、
あれ、ツイッターとか、あとボクシングやってるやつ。はいはいはい。ね、ちょっと小柄の子。あとは、なんかね、190センチぐらいの人。そう、でかいのが一人いたね。柔道部の。で、めっちゃ優しい子。で、あとは、はい、いじめ受けてて、はい、で金稼いで払ってたやつ、はいはいはい、うん、ね、もうピーばっかりよ、これ、ね、信じられないでしょ、これ中学校の話だからね、これ、ね、恐ろしいんだよ、ここそれ現実、うん、そんな教育実習やって、はいはいはい、先生になろうと思うかって、だからそのクラスだったから担当が、はい、えげつなかった。で、そのいじめも別に先生知ってるって言ってたし、あ、え、その担任の先生知ってた、担任の先生知ってる、知ってた。で、その子にだからめっちゃかっこいいってめっちゃ言われてた。覚えてない、覚えてない、めっちゃ言われてた、あの先生がいいんだけど。じゃあそれさ、怖くないですよね。その矛先がターゲットにされてた。うちのその担当だった先生に言っても、うん、ちゃんと調査が必要だからみたいな目察、えげつねえ世界だなと。えげつない。なんで無理って思って、うん、まあ、その後一回非常勤で学校で教えるんだけども、うんうん、それはやっぱ無理だなと思って。覚えてないんだよ、あの辛さ。申し訳ない。でも結構思い出しましたね、今聞いてて。で、一緒にやったのは体育の授業、はいはい、体育の授業、そのもう一人の人と、はい、俺は3人ともいたのがあったりして、うん、バスケもやってて、いや、もうやっぱね、桁違いのいます。あ、そうか、バスケ部によく出てた。バスケ部の部活、もうで部活、そう、俺は部活いろんなの出てて、うん、サッカー部だったり、はいはい、バスケ、あ、俺らの頃にサッカー部バスケ部なかった。なかった、なかった。そうそうそう、ひどい、そう、ひどくて、中学校でバスケの超上手い人がね、うん、いて、神奈川代表で、うん、で、サッカー部もいたの、神奈川代表が、はいはい、なのにサッカー部もバスケ部もないっていう、そう、かなり残念。担任の先生がサッカー部の人だったから、まあ、サッカー部に出たり、ただそのもう一人の人はテニス部、テニス部、だから俺テニスに出たりバスケに出たり、はいはい、いろんなの出て、一個に決めてやった方がいいんじゃないみたいな。あ、そうそう、サッカー部。いや、俺別にサッカー、専門じゃないし、サッカーそんな得意じゃないし。実習生のリレー、部活対抗リレーに実習生組って言ってた、はいはい、あ、そうか、部活対抗と実習生組か。そうそう、で4人で走るって、俺ら3人だから1人先生が走った、はい、背の高い眼鏡の先生がね、走った。若い方でしたっけ。そう、若めの人で走ったんだよね。で、トップバッターで走ったの。じゃんけんかなんかで決めたんだよ、俺ら。あ、じゃんけんで決めたの。俺らが何番に走るみたいなんで、いや、最後走ってよと思いながら、俺最後だったの。いや、あれ結構ね、最初が大事なんですよ、リレー。そうそうそう、リレーって最初が大事。でも、多分記憶ないけど、野球部が早いのね。あ、野球部が、野球部が早くて、はい、野球部に学校一早いやつがいたの。なるほど、はい、学校一早いやつがいて、うん、で、そいつの見せ場なわけです。あ、その見せ場を潰したんだよ、この人は。そういうことか。一番大事な、そう、中学で一番早い、はい、その学校の中でダントツ一番早いやつより早かったの。なるほど。それは申し訳ない、それは申し訳ない。それより早いスピードでいて、はい、でも上がいるってね、そこで知ってもらったので今後ね、こうかなり強い子になるかもしれない。それで行って、で、2人目行って、2人目誰、2人目がその、もう一人やの、あ、そうそうそう、名前言っていいのか分からんけど、それで行って、そのままで1位できたの。そう、1位を3人で保ち上がって、あ、 3番目も1位できたから、先生、先生、先生もみんな1位で、そうそう、みんな1位で来やがって、なるほど、マジかよみたいな。じゃあその1位で行くと思いきや、そうそう、1位で行くと思いきや最後のカーブで抜かれる、野球部に。あ、じゃあ盛り上がったっていう。そう、めちゃくちゃ盛り上がって、ハッピーエンドで、ハッピーエンドでやだーと思って、こんなのね、筋肉痛全然ね、私が好きですしょうがないですね、はい、あれがすごい盛り上がってた。なんか最後の日にのホームルームかなんかで、なんかその歌を歌ったって、逸話を聞いたんだ。歌ったラップやった。誰でしたっけ、グローブ、グローブのマークパンサーのラップやった。すごい、聞きたい。聞きたいじゃないよ。聞きたい。今はいや、今はいいよ。今じゃ、後でちょっとインサート、後で、いやいやいや、いったりとか。いや、かっこいいですね、そんなの。先生でラップ歌う人なんかかっこよすぎです、ね、あとブレイクダンスやつだから、ブレイクダンスいろんなとこでやらされた。いろんな生徒たち、すごいかっこいいですね、エンターテイナー。いやいや、そんなもう全部持ってったような。いや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 、スポーツ万能で、中学生のスポーツができる人が持ってる、ね、覚えてないんだよ、あんだけ辛い。そうね、うん、いや、でもすごかった、面白かったなと、逆に、うん、そう、教育実習の思い出として。いや、俺はそっちの方がやりたかった、うん、教育実習って、そういうもの、大変な思い、大変な思いをするっていうので、いや、本当そうです、準備してたのにすぐ帰れちゃうから。だから俺土日バイトしてたからね。かなり余裕ですね。そう、もう電気屋でパソコン売ってたから。あ、言ってた、それ思い出した。塾のやつは全部休ん
塾の仕事は全部なしにしてもらって、うんうん、その時って YouTube やってたんですか？やってるわけないわ。その時にでもただルーターが壊れちゃって、みんなルーターとかわかんのかな、はいはい、家のやつが壊れてて、また記録を全部残したから、はい、ネット上にブログ書いてたんで、はいはい、それが残せなかったのがすごい残念、うん、今思うとね、メモ帳とかで普通に書きゃいいのに、そうだからメモ帳とかそんなの頭働かなかった、メモ帳があるとかなかったんで、もったいないの全部書いておけばよかったなって思って。その時は学校の先生になりたくて教育実習受けた。学校の先生、予備校の先生になりたかった。あ、もうその時からもうそんなになりたかったけど、うん、でも学校では、うんうん、何かしら非常勤とかもあるんで、なるほど、仕事はするだろうなと思って、大変な人と大変じゃない人がすごく分かれるっていうのがね。確かに、でも両方いいってことですね。大変な人もやっぱりその分、うん、そう後につながるし、つながるし、まあ、ただやっぱね、およその子供たちの現実を、ね、味わうのが一番辛かったですけどね。そうですね、そこを受け止められるか、うん、大変なんですよ、効率って。で、その後って今やどうなってんの？その後、まあ就職したんですけど、接骨院の先生になって、うんうんうん、で、開業して、足の専門の整体もやってて、で、今は生息院っていう、足専門の、その施術所の、まあ、フランチャイズ展開としてるんですけど、特許取って、はい、あ、そうです、そう、施術は特許取って、すごいな、生息院も商標を取って、うん、いや、まあ、やっぱりその辺はうまいね、うん、いや、ね、まだこれからの、テーピングとかね、そうなんです。いろいろちょっと教えてください。いや、やっぱりその何かに秀でてた人だったんでね。で、そういう人が銀行とかに入ったら、やっぱりうまくいくだろうなっていうのはすごい思う。銀行に行って銀行とかそういう業界に入ってなかったら、こういう風には多分なってないだろうなって。ああ、なるほど。じゃあやっぱ必要なステップだと。そうです。だからやっぱり嬉しいですね。この日本って子供たちお金学ばないんで、お金のやり方とか、そうやってすごい損してるんで、やっぱ周りの企業の人たち、やっぱ銀行行ってた人が多いんですよ。銀行に入ったから、だから起業できてる、起業してる、お金の動きを知る、あ、なるほどね、ことができるからっていうんで、まあ、だから一緒にやってる松原さんとかもやっぱ銀行だし、で他にもうちのチャンネル出てる人たち、起業してる人やっぱ銀行出身が多い。それはこう2つが噛み合わさってやっぱうまくいったんだなと、はい、そこをやっぱ銀行じゃない違う業界に入ってたら今や全然せっかくあんなにね、な日本代表で行ってたのに、もったいない。でも教育実習で言っちゃうのは間違ったっていう、バカだなと思うよね。初日に言うんって気をつけてください。そうですよ、就職決まってるとか言っちゃダメですよ。初日に言うんって言っちゃダメ。まあ銀行あと体育会系好きですから。あ、そうです、ね、すごい好き、はい、で海外展開も、海外そうなの、すげえ。こう展開してる中で海外にも、うん、まあ、まずアジアとか、ほうほうほう、はい、ちょっとそういう目標、世界じゃん、はい、すげえ。そのやっぱこう語学が必要になるので、あ、もう英語、はい、韓国語、中国語ね、あ、ってそうなんですか。もうじゃあぜひぜひ、じゃあちょっと相談、そうね、いろんなことがあるかもしれませんので、はい、頑張っていってもらえればと思います。はい、ありがとうございます。柏倉さんにおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。こんな形で再会するなんて誰がね思ったか、本当に